中野宗介7月20日から1963年3月2日は日本の剣道家。ダニーは半死十段。流派は哲中竜。1885年福岡県に生まれる。彼の成果は貧しかったが、故郷筑後国田主丸に道場を構え、地元青少年に剣道を指南していた剣道家にして教育者。 吉瀬前五郎が、道場の師を務める、武徳館に幼くして入門し、死、吉瀬せ五郎の指導の下で、厳しい修練を積み、剣道家としてその才能を大きく開花させた。吉瀬家との交流は、死、前五郎の没後も、自らの死の時まで続く。1898年、長崎県の高尾鉄道に入門。行余り学び屋を卒業後、 大日本武徳会武術教員養成所を卒業。1906年、大日本武徳会本部剣道課長主に就任。1908年、京都府警察部剣道師範に就任。1910年、大日本武徳会から剣道精錬賞を授与される。1911年、大日本武徳会武道専門学校助教授に就任。 1916年、剣道教師に昇進。1927年、剣道藩士に昇進。1929年、五大霊記念展覧武道大会指定選手の部に出場。橋本光弘を破ったが、堀田徳次郎と上田平太郎に敗れリーグ戦敗退した。1931年、朝鮮総督府刑務局剣道師範に就任。1934年、 皇太子殿下御誕生宝祝天覧武道大会特選試合に出場し、西村吾郎との試合を披露。1940年、紀元2600年宝祝天覧武道大会特選試合に出場し、持田聖二との試合を披露。太平洋戦争後、警察や高校の剣道師範を歴任する。1957年、全日本剣道連盟から剣道十段を授与される。 1963年死去、去年77。現在、中野宗介の記念碑が、田主丸町田主丸の車辻境内に立つ。その悲鳴は、彼にとって、中世の皇敵主であり続けた、同じ福岡県人でもある時村五郎十段の記号による。中野宗介は、同時の吉関墓地に隣接する、中野家類大墓に眠っている。ありがとうございます。